はい、レオンチャンネルです。ブンブンチェンジアックス情報解禁来ましたね。しかも、もう今月発売だって、昨日の放送で覚醒した警察屋のジョーに渡して、要は密かにブンレッドが開発してたってことなのかな。ただ調達屋がその場所に投げ込んだのもあって、どこからか調達してきたのかどうなんだろう。でもチェンジャーからブンブンさんのボイスも鳴ってますから、宇宙の技術は確実に入ってますよね。ということで4月20日発売5720円と同時にコンプリートセットも発売で、商品名がブンブラックブンオレンジコンプリートセットですから、要は警察関連のロボポリスで、ビルダーの方がブンオレンジ関連ってことだ。これが発売する20日頃にブンオレンジが加入で来るんじゃないかな。ただブンオレンジはかなりお兄さんキャラで、あとは若い者に任せてみたいな感じで今週も去ってましたので、どういう経緯でブンブンジャーに加入するのかなと思いつつも、チェンジャー持ってんだよね。実はもうブンブンジャーに加入済みなのかな。とはいえこっちのコンプセットを買わないと手に入らないブンブンカーとかはなくて、まあバラバラに買っても OK だし、ゴールデンウィーク商戦ね、実家とかに帰った時におじいちゃんおばあちゃんとかが買ってくれるやつだね。じゃあ細かく見ていきますが、てか5720円安いんすよ。なんでかっていうと、ブンブンハンドルってあれ5000円ぐらいするんですよね。でブンブンチェンジャーって3000円だから、だからこれ実質ブンブンハンドルがついてるチェンジャーなんだけど、普通に考えたら8000円しそうなものなんだけど、税込み5720円で、だから安いんだよな。ブンブンジャーよりブンブンチェンジアックスが登場。ブンブラックブンオレンジが使用する変身武器アイテム、ブンブンチェンジアックスハンドルロッドモードの3モードに変形。ブンブンハンドルなんですよね。でブンブンチェンジアックスロッドモードではトリガーを押して攻撃遊びや必殺技が楽しめ、ハンドルモードではサイレン発光を、おお、サイレン発光すんだ。それぞれの低音走行音ドライブ遊びが楽しめます。ブンブンブースターは全てのブンブンカー、あ、チェンジャーのことをブンブンブースターって言うんだ。全てのブンブンカーを完全個別認識し、読み込んだブンブンカーに応じたサウンドが楽しめます。さらにブンブンジャーロボの背中に形させることでロボ必殺も発動と。有能すぎんだろ。全認識アイテムの2つ目が速攻で登場する、このおもちゃ展開の速さ。ブンブンブースターで変身で、これがアックスモード。要は今回ブレスレット的な感じで置く場所がないから、腕に本編ではこのアックスモードのまま立ち回るみたいな、要は名乗りの時もこの武器持ってるみたいな、そういう描写でしたね。で黒金の渋めのカラーに銀色の塗装なんかも入りつつ、ここがサイレン発光するわけね。でアックスモードはロッドモードとそんな変わらず、まあロッドがほぼブレードに見えます、剣モードのように見えますけど、ここのヒンジから刀身をパタッと上に立てれば終わりか。シンプルなモード変形で、ハンドルモードはこれなんか最新のさ EV とかのヨークハンドルとかそっち系の形状だよね。ヨークハンドルってわかる？あのレーサーみたいなね、ハンドルがもう市販車であるんだけど、それっぽい形になってんだよな。でハンドルはここに大きなヒンジがあって、グリップパーツをガコンと右に倒して、さらにブレード部分をこれも右に向かって右に倒すのか。そうするとここのブレードがつながってヨークハンドル形状になると。あとはこの部分に変形時の文字が書いてある。これなんて書いてある？ドライブだ。ここドライブって書いてあって、でこっちがアームズか。アームズは両方とも同じなわけね。なるほどね。ブンブンハンドル同様にここ外すとおそらくピン配列があって、ガコンとはめることで走行モードの音に変わると思いますけど、まあ、アクセルが右側にあったりとか、マフラー的な機械パーツがあったり、メーターがあったり、でホイールのダブルモチーフになってるとことかも変わってないですね。ブンブンチェンジャーと似てるけど、ここにスイッチがあるんですよね。要は普通のチェンジャーはここにタイヤがあって、それを回転することで変身だったけど、こっちはエンジンのイグニッションスイッチとかなんじゃないかな。なので変身アクションがまたちょっと変わるはず。ブンブンジャーに変身、うん、ブンブンブースター。セット状態がチェンジアックス、単品のチェンジャーはブンブンブースターと。ペダルを押してメーターが稼働を、ボタンを押せブンブラックブンオレンジに変身で、全てのブンブンカーを認識、裏側にちゃんと認識ピンも本編もちらっと見えてましたね。で電源オンオフが横なのか、あでもここか、
上側だこれまで通りだけど、ちょっと四角くなってる。前みたいに丸いタイヤがモチーフって感じじゃないもんね。でブンブンジャーロボにセットすることでブンブンクラッシュで、要はビルダーとポリスの必殺技がなる形かな。決めろ、爆上げクラッシュ、アックスモード、ハンドルモード、ロッドモード、有能すぎるわこれ。あ、ここにほらピン配列あるね。でロック解除があって、ヒンジ回転によってここが文字が変わるわけね。面白そう。いや、チェンジャーと武器がついて5000円ぐらい、多分値引きありだったら買えるので。でこっちのコンプセットの方にはブンブンカーがそれぞれ2体ずつ合計4台がつきますよ。で2つのフォームに変身できますよってやつね。これが情報解禁されたのと、もう一個20日のブンブンチェンジャーアックスの発売に合わせて、バカリ仙台ブンブンジャースペシャルブンブンカーゲットキャンペーンが始まる。番組登場ブンブンオフロードゴーストバージョンがもらえる。なんだって、これあれじゃん、エンディングに登場するラブ4みたいなカラーリングになってるじゃん。でもあらゆるところがシールだから、ガシャポンベースだな。さては先着キャンペーンとかじゃなくて、おもちゃを買うともらえるやつだから、ブンブンジャーロボを買うか、ブンブンチェンジャーを買うか、ブンブンチェンジャックス、これを含むアイテムだから、要は爆上げセット的なコンプセットを買ってももらえるわけね、先着で。ブンブンオフロードゴーストバージョン、そうだね、変形しないね。ただ番組に登場するらしいので、そういうのがもらえるのはいいよな。ブンブンジャーロボスペシャルビュンビュンぶっちぎりタイヤでスペシャルサウンドが鳴るって、あとやっぱ変形しないから車の形状のままガチャンコするんだ。これでもあれだな、ガシャポン版のこれがボディカラーがイエローになって、あとは大きなグリルがシールが変わることでエンディングの、でもこれあれか、ラブ4じゃなくってこれも三岡自動車だ、ラブ4ベースのやつ作ってるんですよ。あ、これがあれだね、ロックスターがタイヤが乗ってるやつね。あー、これ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 、バディか。エンディングに出てるのもこれかな、ラブ4じゃなくって、まあラブ4なんだけど、ラブ4ベースの三岡自動車カスタムのバディってものが存在するので、これをイメージしたブンブンカーに、そうだね、完全に三岡バディだ。っていうかさ、レッドのタイヤってずっと車いじってるっていうか、ブンブンスーパーカー触ってるから、僕予想はあれずっとなんかカスタムしてて、ブンブンスーパーカーが何かしらのパワーアップすると思うんですよね。てかこれデラックス版出してほしいよね。だからこれずっと車いじってるのは伏線なんじゃないかなと思ってるんですよね。だから前回に続いて三岡コラボ的な側面がありますよね。なので今回は複数おもちゃ複数買いしても、あくまでお一人様1個という、まあ要は1会計1個ってことかな、というものになりますので、合体状態のビジュアルとかはこうですよと。なので僕はチェンジアックスを買うので、20日のチェンジアックスの発売に合わせてキャンペーンアイテムもらい忘れがないようにご注意よっていうのと、最近はあれだよね、ネットとかでの予約時にキャンペーンアイテムついてますよみたいな表記も書いてあるので、要はブンブンオフロード付きみたいなのを記載があればネットで予約してもいいと思います。キャンペーンアイテムとしては、まあ、シールタイプでさっぱりしてるものではあるけど、アタックモードへの変形もないし、とはいえ本編に登場するなら欲しいっすよね。という感じで、昨日までスーパー戦隊おもちゃウェブに載ってなかったブンブンチェンジアックスの情報が解禁され、そして早くも今月発売なので情報をしっかり確認しておきましょう。では確認から始めます。以上レオンチャンネルでした。